んだ、そうだったのか。そんなオチのためにここまでずっとプレイしてきたテレビの前の君、ご苦労様だったな。いやいや、まあそれはいいとして、だけどさ、なんかちょっと不思議な力のある絵筆だってことは確かなんだろ。なるほど、魂の絵筆じゃなくてたまたまの絵筆だったってわけだ。こりゃ一本取られたね。ダメか。じゃあどうしようかな。そうだ、その絵筆をパーッと捨てちまうってのはどうだい。何せこいこと言ってるんだよ、粋じゃねえな。その絵筆にはここしばらく散々悩まされたんだろ。筆を捨てることでその悩み多き日々を忘れられるってもんさ。そうこなくちゃ。よし、捨てに行くぞ。